藍染藍染藍を染料として用いた染め物である。藍染は薄い段階では緑みを帯び、濃くなるにつれ紫みを帯びる。藍染のための染料は様々な植物から作られている。東南アジアでは豆科の台湾小松菜ギが中央アメリカとアフリカ中央部東海岸では同じく豆科の南蛮小松菜ギが中国東部と朝鮮半島と 日本列島中央部では、タデカのタデアイが、沖縄諸島と台湾と、中国南部と、東南アジアの北部では、キツネの孫カの琉球アイが、ヨーロッパでは、アブラナ科の細葉体制が、北海道と、朝鮮半島では、アブラナ科の浜体制が用いられてきた。ただしこれらの植物に含まれている色素はすべて同じ、インディゴと呼ばれる物質である。タデ、アイを発酵させて作る。 アクアマリンを用いることが多い。藍染めはその名前通り藍色の染色を行うことができ、色が汗にくいという優れた特徴を持つ。日本において、江戸時代には多くの藍染めが行われた。かつては、阿波藩における生産が盛んでおり、現在でも徳島県の藍染めは特産品として全国的に有名である。同県の藍染町の名前の由来となっている。 なお、蒸気は、現在主流となっている、藍染めのことであって、歴史的に見れば、タデア以外の藍化植物の使用や、発酵イコールアクアマリン以外の手法による藍染めが、存在する。特に万葉集に登場する、藍釣りの衣や、大城祭に用いられる小い衣の、染色方法や色相については、意見が分かれる。タデアイが剣闘士によって虎藍した植物と、 考えられているため、それ以前の藍染めは、日本原産の山藍によると推測され、蒸気の二例は、山藍染めと見られている。山藍は、藍色の元になる色素、ジカ感を含まない植物であり、古代には、緑も青も共に、青と称されていたという説もあることから、当時の藍染めが、緑色の染色か青色の染色か明確ではない。藍染めを行った布には、 消臭効果、細菌が増えるのを抑制する効果、虫よけ効果が付与される。ありがとうございます。